全国高校総体、インターハイイコール読売新聞社共催、は17日、佐賀県で競泳、大分県で飛び込みと水球が始まった。オリンピアンも続々登場、インハイ、競泳、写真特集。神奈川県勢は、競泳女子400メートルリレーで日大藤沢が2位、湘南高大府が3位に入った。男子200メートル平泳ぎでは慶応の島田優選手が3位。 水球の神奈川校は1回戦を突破した。競泳では、開会式に先立ちパリ五輪に出場した平井瑞希、日大藤沢3年、成田美代、東京、宿徳巣鴨3年、村佐達也、愛知、中京大中京3年、の3選手が特別優秀選手として表彰された。五輪では平井選手が女子100メートルバタフライで7位。 成田選手が女子400メートル個人メドレーで6位、村佐選手が男子800メートルリレーで7位と活躍した。この日、女子400メートルリレーで2位だった平井選手は、3連覇を狙って飛び込んだので悔しい。残りのレースを頑張りたいと語った。